フォリオとは何か、ゲーム会社に就活した時のイラストちょっとだけ持ってきたんですけれども、書けるテイストが多いならいろいろなテイストを入れるべし。これ結構自信あるから、まあ、このキャラを一番最初に載せたっていうのもあるかな。今日はね、ちょっと変わった配信になるんですが、後ろに映ってます超有料級ポートフォリオ講座をやっていきたいと思いまーす。イエーイ、簡素だー。この講座を見て少しでも就活を有利に進められればと思いますと、うんうん、まずですね、瀬戸和也佐伯こまりの、経歴から紹介していこうと思います。瀬戸和也は、うん、現在ノリプロに所属しておりますが、所属前はですね個人 VTuber もやっていたんですけれども、ゲーム会社でキャラクターデザインとライブ 2D モデラーを経た後に独立をしまして現在に至ります。実際に就活をしてね会社に入ったのもありますし、就活後その会社でね就活したいなとか応募してくれる人のポートフォリオを見たりだとか、特別講義とかに登壇させていただく機会があった時に生徒さんのポートフォリオを見てきましたという感じでございます。佐伯こまり先生の経歴でございます。私もノリプロ所属、そして今も現在もゲーム会社でキャラクターデザインとかスチールとか SG など幅広く担当しております、はい、ね、私もねなんか専門学校の子たちにこうちょっとお話ししたりとかっていうのもまあ行ったことあったり。でまず、ポートフォリオとは何か、イラストとかを勉強されてたりとか作品とか作ってる方は、まあ、知ってるかなと思うんですが、ポートフォリオとは作品集のことでございます。イラストの作品集だったりとか、まあ、音楽にも作品集ありますし、 3D だったりライブ 2D にもそれぞれポートフォリオといって作品集出したりする機会があると思います、お仕事が欲しい場合作品集がまあ必ずと言っていいぐらい必要になってくるものでございます。まあゲーム会社行きたいなって思った時は書類進行みたいな、書類選考みたいなのがあるんですけど、うん、その時に履歴書と一緒に、まあ、ポートフォリオを出さなきゃいけなかったりっていうのが、まあ、うん、結構必須事項になってきますんで、仕事欲しいなって方は確実に作らなきゃいけない壁があると思います。会社に入るなら書類審査に必ず入ってくるのがポートフォリオ。ここで審査官に力量を見せられなければ面接の段階にも行くことができません。作品集って言うから自分がね描けるイラストを淡々と載っけとけばいいんじゃないって思われる方がいると思うんですけど、そうではないんですね。これ審査する人や依頼者、まあ依頼してくれる方とかね、ポートフォリオを見ると思うんですけれども、必ず全部のページをチェックしてくれるというわけではないんですよ。これが、うん、特に、就活になってくるとですね、1回の応募で、まあ、何百通とか何千通とかが来る場合があるんですね。多分全員分チェックする前に終わっちゃうとかあるんですよ。全然ね、まあ見るにしても最初の数ページだけ見て、あ、これは合わないってなったらもうそのまま見られずに終わってしまう可能性もあるので、イラストの構成など考えて配置する必要があります。ポートフォリオの構成、まず第一にですね、まず自分が一番得意な分野を載せるべし、一番初めに目に留まる場所に一番得意だなって思ったりとか見てほしいなと思ったイラストや自信作を数点載せることをお勧めしております。数枚だけペラペラペラってめくって、この人はちょっとあんまり上手くないかも、じゃあこの人はバツって落とされる可能性がめちゃめちゃ高いので、自信がない絵が入ってくるとそのページだけで先を見てもらえずに不合格になってしまう可能性も結構高いですと。背景が苦手な方はここで無理やり自信がないけどちょっと背景が入ってて豪華だからっていう理由でイラストを一番初め載せなくても大丈夫です。とにかく自分が一番自信があるイラスト、評価が高いなって思ってもらえるようなイラストを載せることが一番大事かなと思います。こんな感じで、僕がですね、ゲーム会社に、就活した時のイラストちょっとだけ持ってきたんですけれども、初めに載っけたイラストはだいたいこんな感じの、キラキラ系の、イラストになりました、うん、僕もそのソシャゲ系の、会社に応募することが多かったので、うんうん、そういうテイストに寄せたものを何点か上げて書いて持っていきました、うんうん、入りたい会社に合ったイラストを必ず入れるべし。その会社に入りたいなとか、そのゲーム会社とか、まあ、イラストの会社とかに入りたいときは事前にリサーチすると思うんですけれども、そのテイストに合ったイラストを絶対初めの方にねできれば載せておくことが大事でございます、うん、まあなんでかっていうのももう分かりやすいんだけども、会社の人から見てねこういうテイストを書けるんだっていうのは分かりやすいと思うし、うちの会社調べてくれてるんだなっていう好感度も上がりますんで、うんうん、例えばですが、まあ、入りたい会社がモンストのような、もう言って
もうそのような、まあ、あのパキッとしたね塗りが多いなって思ったり、うんうん、デレンデみたいななんかあの、うん、あのキャラ絵というか萌え系のイラストが多いなって思った場合は、その塗りに寄せたイラストを最初のうちの何枚か入れておきましょう、うん、いくら画力があるっていうその他のイラストで画力の幅を見せれても同じようなテイストがないとやっぱり会社からしたら、うん、いやこういうキャラ描けないんじゃないかなって全然普通に思われる可能性がめっちゃあります、ね、即戦力になるかどうかとかもね。あ、そう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 。どうしても行きたい会社がある場合はなるべく寄せたイラストを描いておくと、まあ、熱意も伝わってきますので、うん、好感度もアップするということで、うんうん、次、ポートフォリオの構成3、デッサンも必ず入れるべし。どれだけねたくさんいろいろなテイストが描けても、基礎画力としてデッサンは見られることが多いです。例えばその僕の絵柄とかだとあのキラキラ系も載せてはいるけど、あのメインはねこういう感じのダークなお顔だったりとかイラストが多いので、うんうん、一概にこう絵が上手いのか下手なのかって分かりづらかったりするんだよね、うん、そのテイストだけ上手いのかなみたいなね、そう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 とかがあるので、あの基本的にはデッサン入れていくのはおすすめじゃないかな。いろんなとこ会社受けた担当者とかイラストレーターさんも言ってたんで、まあ間違いないかなとは思ってます、うん、デッサンはね、あの絵柄とか関係なくただ物がどれだけうまく描けるかどうかっていうのなので、うん、もしねデッサンが苦手だとしても入れておく方がいいかなと思うんだけど、最初のページじゃなくてもいいです、ね、全然無理しないでいいので、うん、一番最後のページでもいいので入れておくことが、うんうん、おすすめです。最後に入れてる人多いイメージあるね。そうだね。ポートフォリオの構成4、かけるテイストが多いならいろいろなテイストを入れるべし、うん、まあ、男女の書き分けだったりとか、おじいちゃんとか、ちっちゃい子だったりとか、かけるテイストが多いとそれだけね、あの仕事をもらえることが増えますので、かけるものがあれば入れると点数も高いんですけれども、その無理しなくていいっていうのが大事で、あんまり自信ないけどちょっとおじいちゃん書いて出してみようとかなる場合、下手さが露呈してしまう可能性もある。書けないけど無理やり書くのではなく、もし書けるなら入れた方がいいよっていうことを今言っています、うんうん、僕の場合はあんまりその書き分けができないので、まあ、男女の書き分けも出したけど、UI だね、このバナーだったりとか、うんうん、その宝石だったりとか、今画像にね載せてるんだけど、ね、そうそうそう、こういうのもね、イラストレーターの仕事になってくるので、もしね書ける人はぜひぜひ載せてみてもいいんじゃないかなと思います、うんうん、それに付随する部分ではあるんですけれども、載せるのはイラストだけじゃなくてもいい。 3D だったりとかライブ 2D などイラスト以外の仕事、イラスト以外にもできることがあればぜひアピールしましょう。さっきのね男女の書き分けだったりとかもそうなんですけれども、最近ね本当にイラスト以外の仕事というか、イラストができた上で何かできる人の方がまあいいぐらいのね、なんて言ったらいいんだ、うんうん、イラストレーターが多すぎるからね、いろいろできる人が多いからね。そうだね、イラストだけじゃなくお仕事もうイラストだけだと撮ってもらえることがなかなか少ないんだよね。だからそのめっちゃよほど画力が高いとか、もう何でも描けますみたいな人以外であれば、まあ、できるならこういう分野にも手を出すのもおすすめかなと思ってます、うんうん、ポートフォリオの構成6、第三者に見てもらおう。これめちゃ大事です、まあ、例えばね学校に通っている場合だと学校の先生だったりとか友達でも全然大丈夫です、うん、何が足りないかなっていうのを聞くのが、自分だけで作ってるとやっぱりちょっと視点が狭くなっちゃったりするので、そういう人に、聞いてもらうのが一番早いのかなって思います。最も効率のいい、ポートフォリオの作り方なんですけれども、会社の説明会やね、なんか行きたい会社だったりとかゲーム会社の説明会に参加して、その会社のイラストレーターさん絶対いるんだよね、うんうん、でもしその会社の説明会の最後にもしそのポートフォリオを持ってる人がいたら見ますよみたいな時間が大体あります。なのでその際に、出してみましょうポートフォリオを。で、何が今のポートフォリオ何が足りないですかねみたいな感じで、聞くとですね、大体教えてくれます。それを改善して、でまた説明会に参加して、で聞いてみたいなのを繰り返していくと、よりね素敵なポートフォリオを効率的に作っていけるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひお試しくださいという感じでございます。こまり先生の実際のポートフォリオを見せていただきましょう。はい、じゃじゃん。まあね、これ書いたの2018年だっけ。そう、なんかね、ここね、まさかの2018年やばいやばいポートフォリオは絵載せるときにいつ書いたかと、いい、ね、あとまあどんぐらい何時間ぐらいで書いたよみたいなのもちゃんと書いておくと良いです。あとはそうだ、ね、どんなツールが使えるかも書いておくと。あ、そうだね、いいかなって思います。で、まあこれはラフとかの線画が載ってんのは場所を埋めるために載せましたそうなんだどうしようと思って、絵だけじゃなと思って、
でまあね、サンメンズとかもこの時に描いてたイラストが 3D にもするやつだったから、あ、まあ、デザインをちゃんと 3D に起こすためのサンメンズを描いてた感じかな。ユリが今のやつの進化系ですね。すごくね、進化したらこうなるこれ結構自信あるから、まあ、このキャラを一番最初に載せたっていうのもあるかな。これの場合はなんかキャラクターだけじゃなくて後ろの背景とか小物も描けるよっていうアピールになるから、あ、まあ、これ載せてるかな。続いて次は男の子描けますよというアピールで、はい、さっきと同じテイストなんですけれど、そうそうそう、これもね 3D 用のサンメンズがあってさっきとほぼ同じです。そしてその次が進化しましたというやつで、もう同じね、背景の円盤の感じとかもね、はい、次は女の子を描けます。まあロリだけど、でこれは結構後ろの船とかもね頑張ったから、まあ、それも見てもらいたいなっていうので、そうで進化ね、はい、めちゃめちゃ可愛い、もう書き込み量が半端じゃない、本当にすごいよ、半端じゃなかった。次がもう少し2023、これもうだいぶ年経ちましたね、いきなり、はい、これはねまた別のゲームのイラストなんだけど、ちょっと大きいお姉さんも描けるしお兄さんも描けますよと、さっきよりもちょっと年のいったお兄さんというか、はいはいはい、これもさっきと同じ、同じゲームね、はい、のねイラストで、マシマシ、ね、あ、そうだね、そうだね、これもまあキャラ単体で背景とかじゃないけど、まあ、結構かっこいい系のエフェクトをモリモリのイラストで、こういうのもいけますと、この辺もまあよく描けたなって自分で思ったやつをピックアップして載せてます。一番右のイラストって最近、うん、あ、ショートあげたやつと一緒だね。こちらもちは、はい、トレーディングカードゲームのウィクロスのね、これもまあ背景込みのイラストで、うますぎる、うますぎる簡易的な背景ではあるんだけど、うんうんうん、キャラデザとそのカードイラスト全部背景とキャラ全体っていうのをやってて、うん、で SD キャラもいけますということで、まね、さっき言ったブレイブソードブレイブソードと同じね、あれのゲームの SD キャラなんだけど、ミニキャラを描けますよっていうので、これをメインで仕事にしたいわけじゃないから、まあ、うんうん、後ろの方にね入れてるんですけれど、次がクロッキーかな、さっき言ってたちょっと入れてた方がいいよっていうやつ、うん、これはねでもあのアナログじゃなくてクリスタで描いてんだよね。クロッキーは何かっていうとデッサンと違うのが、うん、あの時間が限られてる中とかで、うんうん、そうだね、20分とか、そうそうそう、のクロッキーと言います。デッサン、鉛筆デッサンですかね、はい、鉛筆デッサンですねこれいつ描いたやつ、これは、高校生かな続いてですね、僕がノリプロに応募した時のポートフォリオの今回、うんうん、お見せしようと思います。はい、出るかな。このサイトはですね、タンブラーというサイトそのまま使用して作品を載っけているものになります、うんうん、お仕事もらった順に並べてるとかではなくて、パッと見でこうさ、ブラウザバックされないように工夫をしようと思ってうんうん、うん、あ、ライブ 2D の動きだったりとか動画とかがあるんだけど、こういうのを最初のページに自負で入れれることができたんで、ループで流していたりとか、あ、こういうことができますよっていうのが分かるように、そのイラストメイキングと動画とグランプリ取りましたよっていう実績がパッと見でもう分かった方が早いかなみたいなので、うん、それも入れてますと、分かりやすい、サムネイルも作れますよとかいうのを一番初めのページに置いといて、うんうん、そこから次のページに向かって徐々にジャンルが増えていくような形でポートフォリオの数を増やしています、うんうん、いいね、ウェブのブラウザっていうのを活かしたようなね、ブラウザだからこそ動きがある方があの見てもらいやすいみたいなところもあるので、うんうん、質問とかがあればぜひね、この機会にね、答えていきたいと思いますので、よければよろしくお願いします。今から質疑応答となります、うんうん、学生さんが出すポートフォリオは二次創作とオリキャラだとどちらが好ましいのですか。そうだ、なんか聞いた時の情報になるけど、うんうん、正直どっちでもいいみたいな、基本的にどっちでも OK って感じで、うんうん、なんならその僕の場合なんだけど、いっちゃん初めの方の就活の時に僕の体ばっか書いて出してたら、うん、ことごとく落ちるわけよめちゃめちゃ落ちるわけよ、このテイストしか書けないんだなこの人みたいに思われて、ことごとく落ちたんだけど、ドキドキ文芸部っていうそのホラーゲームがあるんだけど、うんうん、あれが結構そのギャルゲーっぽいイラストなんだよね、うん、だからそのギャルゲーっぽいイラストのファンアートを最後の方のページに書いてたんだよ、うん、そういうの書けるんならそういうのを出せって言われたので、うんうんうん、あ、オリキャラでもいいけど二次創作でいろんなテイストが見せれるならもう全然それでもいいのかなって思います。そうだね、それでテイストの差を出せるんだったらね、あ、そう、付けたい会社の二次創作があるならもしゲームとかのね、あ、ならぜひそれは載せるべきだし、うんうんうん、
あの好きなジャンルでこういうのを書けますっていうのが出せるのであれば、あの見せた方がいいから、二次創作で私はこういうのこういうキャラクターが好きですって出すよりは、まあ、イラストのテイストの差として出せるならいいかなって感じか、うんうんうん、ポートフォリオって最低何ページぐらいがいいんだろう。でもやっぱ少なすぎてもなんだよな。そうだね、どうなんだろう、うん、多ければ多いほどいいではないんだけど、人間が見れる範囲じゃないといけないからページ数って結構難しいね。でも私20から30かな、25ぐらいから30とか、 そのぐらいなのかな。そのぐらい、僕もそのぐらいだったと思う、ね、もう完全に言うの忘れてた。表紙大事だよ、ポートフォリオ。確かに表紙めっちゃ大事です、マジで。なんかその時の講義がポートフォリオをたくさん見せてもらって、その中からあの数人選んでくださいみたいな。生徒の半分以上とかがもうタイトルしか書いてないんだよね。あー、そうなんだ。っていうので、タイトルだけだったら表紙からもう中見てもらえないんだよ、うん、マジで。人数が多いと中見てもらえないんで、うん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 、絶対自分の得意なイラストを表紙に入れとくのが大事。表紙からまず見てもらいたいって思える内容にしないと、うんうん、間違いなくそこで弾かれる。忘れてた、これ大超大事かもしれない。パワポみたいなやつはダメか。そうだよ、超有料級ポートフォリオ講座ダメです、これこれ落ちます。そこにイラストがないとダメです